はい、どうも皆さんこんにちは。今回はですね、リーサルカンパニーのモッドの入れ方を紹介していこうと思います。今回はゲームに参加できる人数を増やせるビガーロビーというモッドを入れていきます。はい、まずはモッドありとモッドなしの見分け方なのですが、このタイトル画面の左下に V40 と書いているところがあります。ここにモッドという文字があればモッドが入っていることとなります。では早速やり方を順に説明していきます。まずこの動画の概要欄に貼っている URL のメポロン EX のページに飛んでください。するとこのようなメポロン EX って書いてるサイトが開くはずです。そしたら少し下の方にスクロールしていただくと、このように ZIP ファイルがいくつか出てきます。このメポロン EX64 と書いている ZIP ファイルをクリックしていただいたらダウンロードが始まります。ダウンロードしましたら、次に概要欄の URL のビガーロビーのリンクを押してください。そうしましたら、こちらのビガーロビーと大きく書いているページが開いているかと思います。で、少し下にスクロールするとマニュアルダウンロードというボタンが出てくるので、こちらをクリックしていただければダウンロードが始まります。ダウンロードしましたら、概要欄の URL の LCAPI のページに進んでください。そうしましたら、こちらの LCAPI と大きく書いたページが開きますので、先ほどと同じようにページの少し下にあるマニュアルダウンロードをクリックしていただければダウンロードが始まります。このペプロン EX と LCAPI はモッドを入れるために必要なファイルになります。ビガーロビーは入れたいモッドファイルということになります。これで3つのペプロン EX、ビガーロビー、LCAPI の ZIP ファイルをダウンロードした状態になります。問題なければ次に進みましょう。はい、こちら Steam の画面ですね。Steam を開き、ライブラリーからリーサルカンパニーを選択してください。こちらの画面のようになりましたら、右側にある歯車のところにある管理のローカルファイルを閲覧を開きます。ローカルファイルを閲覧する方法は他にもいくつかありますので、そこはまた調べていただければと思います。はい、リーサルカンパニーのローカルファイルを開きました。ここまで来たらあと少しです。まずこのローカルファイルは開いたままにしておいてください。先ほどダウンロードした3つのファイルをそれぞれ開いていきます。まずはメプロン EX の ZIP ファイルを開いてください。この中に入っているものすべてローカルファイルに入れちゃってください。そしたら次にビガーロビーの ZIP ファイルを開いてください。開きましたら、その中にあるペプルン EX ホルダーを開いてください。するとプラグインズというホルダーが入っているかと思います。このプラグインズホルダーをローカルファイルにあるペプルン EX ホルダーの中に入れてください。ここよく間違える場合がありますので注意です。入れましたら、ローカルファイル側のプラグインズホルダーを開いておいてください。そして最後に LCAPI の ZIP ファイルを開いてください。開きましたらペプルン EX ホルダーを開いてください。開きましたら
プラグインズフォルダを開いてください。開きましたら、その lcapi.dll というファイルがありますので、こちらのファイルを先ほどのローカルファイルのプラグインズフォルダの中に入れてください。これでモッドを入れる作業は終わりになります。はい、リーサルカンパニーを開きました。では見てみましょう。タイトル画面の左下にモッドと書いてますね。これで無事ボットのセットアップが成功したということになります。では今回入れたモッド、ビガーロビーの方も確認してみましょう。まずホストを押して、このサーバー名の下に数字が入力できる欄があると思いますので、こちらの方に、10、20と、ゲームに参加させたい人数を入れていただいて部屋を建てます。今回は分かりやすく、本来4人しか入れないので1人増やして自分含め合計5人になっているかを確認してみます。1,2,3,4,5 で、はい、自分含めて5人いますね。無事ビガーロビーの導入に成功しているということになります。これでボットの導入方法の紹介は以上です。最後に、このビガーロビーとかのモッドですが、ゲームに参加する人が全員が同じモッドを導入していないといけないので、今回でしたら5人とも同じモッドを持っている必要があります。なので、もし複数人でモッドを使って遊ぶ場合は、このことに注意していただければと思います。はい、今回はリーサルカンパニーのモッドの入れ方を紹介させていただきました。ぜひお役に立てればと思います。ありがとうございました。